はい、皆さんこんばんは。こんばんは。リルでございます。はい、たっくんでございます。はい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 。どうですか最近。5ヶ月ぐらい釣り行ってないんですよ。もう久しぶりにイカが釣れるという情報を聞いて。はい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 。今日はね、エギングの方をやっていきたいと思います。よっしゃ。イカ食べたいんですよ。イカ食べたい。もう釣れてた時もうイカいらんと、うん、もう食べ飽きたってなってなる。もう今イカ欲しいんですよ。欲しいね。食べたい本当。ぜひねタックにね、うん、イカをお持ち帰りしていただきたいと思います。そうですね。はい。壱岐島の方に来ております。よっ。実はねさっきねアジングしてきた後の今撮影になっております。今12時ぐらいか夜の。とりあえず楽しもうじゃないかと。いや本当に久しぶりの釣りなんでもう、もう一日目いっぱい楽しんで。そうです ね本当になんかいろいろあったみたいで皆さんご察しください、はい、ということで僕ねあのジュエルのサポーターをねさせていただいてるんですけど、はい、こちらタックの方もキーストン の、うん、あのサポーターの方をさせていただいてるので、うん、なかなか最近活動できなかったんで、うん、今日しっかりサポーティングしてやろうと。おお今回は、はい、勝手にじゃないんですもんね。そうですね。公式のサポーター2人でですねサポーティングするということ。そういうことです。じゃあ行きますよ皆さん。デュエルとキーストンですからね。はい。真面目にサポッティング。使用する礼儀。塩釣りのねサンゴ。はい、赤下地のパープルですね。これ夜結構実績があるエギですね。今タック当たったみたいですね。ジャッジ1投目です。あいいんじゃない、塩いいじゃない、悪くないね。あどうぞどうぞどうぞ。はい来た。あいるのは確認できましたね。あとは抱かせるだけっていう。よし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 。いやーどうだ。もう当たり気持ちいい。スッて持ってってクッて上げて。あもう合わせて。持ち帰りサイズありそうな気するんですけどね。ある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 やん。あるやん。あ一本やん。一本よ。やめときます。ちょっとタック俺下に行くわ。はい来ました。来たね。久しぶりのイカ。気持ちよさそうだったけど。いやーもうスーッと持ってってクッと合わせて、いやもう理想的な感じやったっすね。今回は持って帰らせてくださいこれ。久しぶりやけんね。久しぶりやけん。ちょっと待って皆さん。モザイク。これキーストンじゃないよね。あれ？いつの間にか変わっとったな。勝手に？勝手にサボッティング。いい感じですね塩が。ブッドがね潮にこう持っていかれる感じ、ティップがねスーッて持っていかれる感じ、気持ちいいですよね。あ来た来た来た。これは上げます。ぶり上げれる。はい、うん、いきますよ。はいよー。よいしょー。ういー、来ましたね。一口でいっちゃうよ。もういっていいの、いっていいのあ、やめなさいやめなさいやめなさい。お手軽かかる？かかるかかるかかる。僕も釣らないといけませんよね。そろそろね、皆さん。昨日ね、ワークマンに買い物に行ったんですよ。パンティー買ったんですけど、履いてる気がしないパンティーっていうのが売ってて、今履いてるんですけど、めちゃめちゃ履いてる気がします。こちらからは以上です。おはようございます。おはようございます。健やかな朝になりました。いやーそうですね、はい、天気めちゃくちゃいいですね昨日釣れましたからね。いややりましたね。はい、僕の方が釣ってるでしょ。あちょっと これはまあそうですね。あの今回ですね、はい、宿泊したところなんですけど、こちらはい福屋荘って古風な感じなんですけど、うんうん、馴染みやすいというか、うんうん、民宿になるとかな感じ的に、ね、ですね、うん、この宿泊料金が素泊まりで4,950円、はい、で1泊2食付きだと8,800円、はい、まあインターネットからも予約できるらしいんですけど、はい、手っ取り早く
電話してもらって YouTube 見たよと言ったら、うん、もしかしたら少し安くできるかもっていうことなんで、場所的にもすごい、あの勝本かっちゃん漁港のすぐ隣で、めちゃめちゃいい、はい、もう釣り人にはもううってつけ絶好のポイントなんですね。歩いていけますもんね。歩いていける、うん、もうそこでアオリイカもう釣れますもん。歩いて5分のところで間違いない、うん、でちょっとね中の方そうですね撮影したいと思います。入り口ですね。ほいほいほい、これ乗っとるんじゃないか。マー君おるんやなお部屋が行くと、そうそう、めちゃめちゃ広いんですよ。2階とかもあって。あ、2階とかも身が入る。ああ、なるほど。え、めっちゃいいじゃないですか。もう海目の前ですもんね。投げれるやん、こっから。もうこっから投げれますよ、本当に。ワンちゃん、あ、潮流れてる。ああ、本当だ、見える見れる海の状況まで見れますね。潮流れてますよ。うん、ここはね、勝本かっちゃんですね。勝本漁港そうですね、2階はオーシャンビューになってるって。いや、素晴らしいですね。 Wi-Fi 利用できるんですよ離島ってなかなかこう、うん、電波が悪かったりとかするんですけど、実は Wi-Fi も使えると。じゃあ行きましょうかね、はい、今回ね、僕らが泊まる部屋移動したいと思います、ね、もうね、チェックインしてちょっと荷物とかあれしてる状態です、うん、なんか古風な感じでいいですよ ね、わって感じ、わって感じですよね。それでは最後にたくさんから締めのお言葉をいただきたいと思います。壱岐へお越しの際は福屋荘へどうぞお越しくださいませ。今日は宿を紹介しただけっていう、あと何かしましたっけ。いや、何も昨日から何もしてないですよね。え、昨日の夜から何もしてない。よし、してますよね。あ、しました。デュエルサポートはどうしたんですか。このまま終わっちゃっていいんですか。ダメでしょうね。帰りますよ、僕は。ちょっと待って、でも全然しっかりさパッティングできてなかったんでしょまたリベンジさせてくださいってことでね、うん、今日はここでお別れとなります。そうですね、僕はね、今日あの夕まずめからナイトエギング、ちょっと長くなるけど、こっからじゃあもうまださらに動画入れ込むんで、うん、あるといいですね。これで終わりかもしれないいや、なかったらもう察してください。炭跡えぐない。サイズはそんなないけど、うん、たくんね、帰宅しやした。一人ですね、今から。あんなこと言われたんでね。昨日から何もしてないですよね。昨日の夜から何もしてない。よし、デュエルサポートはどうしたんですか。このまま終わっちゃっていいんですか。まずめに向けて回遊を取りたいなと思って、今ポイント入っております。満潮がね、今日8時なんで、満潮潮止まり前がまずめになる感じですよね。水面がね、ちょっと忙しくなってきましたよ。イカの回遊始まりましたよ、皆さん。小指サイズです。あかん、おたまじゃくしやないかい。よかったよ、来ました、サポッティング。エギやばいことになってる、見えます。皆さん、これやばいっしょ、この抱き方。あらあら、帰って帰って帰ってよか。やらら ら, ら、かじった後、ここ見えるかな。ダートマスターのね、 3.5 個リアイソラトルタイプ。はい、お疲れ様でした。ギリギリセーフ、いいでしょう。ダメ、アウト、セーフ。いやいや、いいな、やい。はい、ってことでね、まずめもう一瞬やったっすけどね、まあ一杯取れました、とりあえず。まあ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 、今からね、ナイトエギング突入したいと思います。今回の動画はここまでということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバイ。